アラン・スコット・パーデューは、イングランド・ウィンブルドン出身の元サッカー選手。サッカー指導者。現在は、クスカ・ソフィアのテクニカルディレクターを務めている。現役時代のポジションはミッドフィールダー。クリスタル・パレス FC に在籍していた1990年には、選手として、ウエストハム・ユナイテッド FC を率いていた2006年には、監督として、 それぞれ FA カップの決勝に出場したが、いずれの試合も準優勝に終わっている。選手時代にはクリスタルパレス FC で、指導者時代にはレディング FC とウエストハムユナイテッドでプレミアリーグ昇格を達成した。2010年にはサウサンプトン FC をフットボールリーグトロフィー優勝に導いた。アマチュア時代フラム FC のファンとして育った。 ガラスコーやタクシー運転手として働きながら、ノンリーグのホワイテリーフ FC やコリンシアンコーサルズ FC でプレーしたが、中東で働いていた6ヶ月間はサッカーから離れた。イングランドに戻ってからは再びコリンシアンでプレーし、その後はダリッジハムレット FC やヨービルタウン FC でプレーした。この時期にはイングランドセミプロ代表に選出された経験がある。 クリスタルパレス1987年、セカンドディビジョンのクリスタルパレス FC と契約した。遺跡金は7500ポンドが支払われた。1988から89シーズンには、昇格プレイオフでブラックバンド・オーバーズ FC を破って、フットボールリーグチャンピオンシップ昇格を果たした。1989から90シーズンの FA カップでは、ビラパークで行われた。 準決勝のリバプール FC 戦で決勝点を挙げた。決勝ではマンチェスターユナイテッド FC と対戦し、再試合の末に敗れて準優勝に終わった。選手経歴の晩年1991年11月、セカンドディビジョンのチャールトンアスレティック FC に移籍した。1992から93シーズンには10得点を挙げてチーム内得点王に輝いた。 1995年には、プレミアリーグのトッテナムホットスパー FC に短期間だけレンタル移籍した。リーグ戦には出場していないが、公式戦4試合に出場し、UEFA インターとトカップの 1FC ケルン戦では、クラブ史に残る大賞を経験した。この時期には、香港のクラブからのオファーを拒否した。1995年のバーネット FC 移籍後は、 テリー・バリー・バント監督のもとで選手兼任コーチとしてプレーした。レディング FC1997 年にバリー・バント監督がフットボールリーグ1のレディング FC 監督に就任するとパーデューはレディングに選手として引き抜かれ同時にリザーブチームの監督にも就任した。1998年3月シーズン終盤にトップチームのバリー・バント監督が解任され、 パーデューが暫定監督に就任してシーズン終了まで再敗を振るった。1998年夏にはトミー・バーンズ監督がトップチーム監督に就任し、パーデューは再びリザーブチームを指揮した。1999年にはリザーブチームが解散となったが、1999年に再びトップチームの暫定監督を務めて、 良好な成績を残したパーデューは正式な監督に就任した。ジェイミー・キュアトンなどの選手を軸とし、常に広角の危機にあったレディングを昇格候補にまで引き上げた。腹痛、気迫、嗅覚をもっと落とし、チームに精神的な強さを植え付けた。2000から01シーズンにはフットボールリーグにで3位となって昇格プレイオフに出場したが、 プレイオフ決勝で、ウォルソール FC に2から3で敗れた。2001から02シーズンには2位となり、リーグ1への自動昇格を果たした。リーグ1での初再敗となった2002から03、シーズンは決出した成績を残し、レギュラーシーズンで4位となったが、昇格プレイオフで、ウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC に敗れた。ウエストハムユナイテッド・ウエストハムでのパーデュー2003から04。 シーズン序盤、フットボールリーグチャンピオンシップのウエストハムユナイテッド FC はレディングに対してパーデュー将兵の許可を求めた。すでにシーズンが開幕していたため、レディングはこの要請を拒否したが、パーデューはレディング監督を辞任することでウエストハムユナイテッド監督就任を希望する意思を表した。様々な論争の結果、パーデューが ウエストハムユナイテッド監督に就任することで問題は解決された。ウエストハムユナイテッドでの初年度となった2003から04シーズンはレギュラーシーズンで4位となって昇格プレイオフに出場したがプレイオフ決勝でかつて在籍したクリスタルパレスに敗れた。2004から05シーズンのウエストハムユナイテッドは目標の昇格に向かって苦しみ パーデューはサポーターから重圧を受けたが、リーグ戦6位となって出場した昇格プレイオフでは、決勝まで勝ち進み、決勝でプレストンノースエンド FC を下して、プレミアリーグ昇格を果たした。2005から06シーズンは、ウエストハムユナイテッドをリーグ戦9位に導き、FA カップでは決勝まで上り詰めた。決勝では、リバプール FC と対戦し、 延長戦を終えて3から3の同点であったが、PK 戦の末に敗れ、自身2度目の FA カップ決勝では、またしても、準優勝に終わった。2006から07シーズンの UEFA カップでは1回戦で、US チッタディパレルモに敗れたほか、フットボールリーグカップでは、リーグ2のチェスターフィールド FC に敗れ、国内リーグ前半戦には74年ぶりとなる。 公式戦8連敗を喫したことで批判を受けた。ウエストハムユナイテッドの新会長はパーデューを支えると述べたが、ボルトン・ワンダラーズ FC に0から4で敗れた、翌週の2006年12月11日に解任が発表され、エガート・マグヌソン会長とクラブ首脳陣は、この数週間のプレイぶりを気にかけており、クラブの利益のための変化を行うのに、適切な時期だと感じるという声明が、 クラブから出された。チャールトンアスレティックウェストハム、ユナイテッド監督会任からわずか2週間後のクリスマスイブに選手時代にも所属したチャールトンアスレティック FC と3年半契約を結んで監督に就任した。監督就任時のチャールトンはプレミアリーグで19位と低迷しており、獲得した勝ち点はわずか12、リーグ再開の20得点という状況であった。 チャールトンのチーム状態はパーデューの監督就任で改善したが良好な状態を維持できず選手時代、指導者時代を通じて初の降格という結果に終わった。2007年夏にクリスいわゆるモや、ルーク・バーニーを獲得したことで2007から08シーズンは降格から立ち直ってプレミアリーグ昇格を果たすことが期待された。しかしチャールトンは 昇格争いにも絡めず、チャンピオンシップ11位でシーズンを終えた。2008から09シーズン開幕前には、強い重圧を受けたが、レディングやスーンジして AFC を破って、順調なスタートを切った。しかし、チャールトンのチーム状態は、急速に悪化し、8試合未勝利で、順位表の底近くまで急降下した。ホームで、シェフィールド・ユナイテッド FC に2から5で敗れ、 チャンピオンシップの解散クラブにまで落ち込むと、その試合後には、数百人のサポーターが1時間以上もスタジアムに、居残り、We want p a r d u out, We want our club back というチャントを歌って、パーデューを攻め立てた。2008年11月22日、クラブと双方合意の上で、チャールトンの監督を退任した。サウサンプトン2009年7月17日、 リーグ1に降格したばかりのサウサンプトン FC の監督に就任した。サウサンプトン FC ではスイス人のマーカスリープヒアが新オーナーに就任しマルクを追って監督を解任していた。パーデューはイプスウィッチタウン FC との契約が満了したダン・ハーディングをフリートランスファーで獲得した。8月8日のミルウォール FC 戦で初再配を振るい、 一から一の引き分けという結果を持ち帰った。チャンピオンシップでは、名の知られたストライカーであるリッキー・ランバート獲得には、遺跡金100万ポンド以上を支払い、その他にも、リー・バーナードなど多くの選手と新しく契約した。勝ち点10の減点処分を受けたにもかかわらず、リーグ戦終了の2試合前までは、昇格プレーを不出場圏内に定着し、最終的にもリーグ1注意の7位に導いた。 同シーズンのフットボールリーグトロフィーではクラブを決勝に導き、ベンブリースタジアムで行われた決勝では、カーライルユナイテッド FC を4から1で下して優勝した。クラブにとっては1976年の FA カップ優勝以来のタイトル獲得であった。クラブスタッフの士気の低さや、パーデューとニコラ・コルテーゼ代表の対立などが報じられ、二0 1年八月三十日に、 解任された。ニューカッスル・ユナイテッド2010年12月6日、ニューカッスル・ユナイテッド FC は、プレミアリーグ昇格の率役者であるクリス・ヒュートン、監督を解任した。3日後の12月9日、パーデューは、ニューカッスル・ユナイテッドと5年半の契約を結んで、監督に就任した。スカイスポーツは、ニューカッスル・ユナイテッドの新監督の適任者を選ぶ。 インターネット投票を行っているが、そこでは4万件の投票のうち5.5%を得ただけであり、地元紙によるアンケートでも、パーデュー就任を望んだサポーターは2%にも、見たなかった。パーデューは、私は、ジョルディではないが、試合をこよなく愛する、サッカー人であり、私が、やる気、チームへの願望、仕事への責任を持っていることは保証する。 昨シーズンのクリス・ヒュートンは良い仕事をしてクラブをプレミアリーグ復帰に導き今シーズンもまずまずの成果を上げていたすぐに基盤を築きクラブを成長させることを目指していると述べた選手、サポーターらとの対立に直面するかもしれないことを認め他の監督らにあそこに行くなんて君は正気ではないと忠告されたことを認めたがパーディーは このクラブはイングランドで腰に入るクラブである。見通しは非常に厳しいが、私は決して諦めないと断言した。12月11日にセントジェームズパークで行われたリバプール FC 戦が初再敗試合となり、ケビン・ノーラン、ジョーイ・バートン、アンディ・キャロルの得点で6戦ぶりの勝利を飾った。年が明けて最初のホームゲームとなったフルス・ウェストハム。 ユナイテッド戦は5から0で対象した。2000年代前半にボビー・ロブソンの下で働いたこともあるジョン・カーバーを、はじめとするコーチングスタッフを呼び寄せ、アンディ・ウッドマンはパーデューの下で再びゴールキーパーコーチに就任した。FA カップ3回戦ではリーグ2のスティブ・ネイジ、ボロ FC と対戦し、クラブ史に残る惨めな敗北を喫したが、 2月5日のアーセナル FC 戦では劣勢の試合を引き分けに持ち込んだ。ハーフタイムの時点で入ッするユナイテッドは0から4と大量リードを許していたが、相手 MF、アブーディアビが一発退場してから試合の流れが一変し、プレミアリーグの歴史の中で最も顕著な挽回の一つに数えられる采配を見せ、後半に4得点して引き分けに持ち込んだ。その後は、 欧州カップ戦出場権争いにも残留争いにも絡まない順位で推移した。5月7日のバーミンガムシティ FC 戦に2から1で勝利し、2試合を残してプレミアリーグ残留を決めると、その後はチェルシー FC22 の2、セントジェームズパークでのウエストブロムビッチアルビオン、FC23 の3という結果が続いたが、最終的な順位は就任時と変わらず12位であった。 2011年夏には、ノーランやバートンなどの主力の放出を余儀なくされ、ヨアン・キャバイエやシルバン・マルボーなど、リーグアンのクラブに所属する選手が獲得の目玉であった。2011から12シーズン開幕戦のアーセナル、FC 戦をスコアレスドローで終え、2節のサンダーランド AFC とのタインウェアダービーでシーズン初勝利を挙げると、11節まで11戦無敗を続け、 クラブのプレミアリーグ史上最高のスタートを切った。キーパーのティム・クルルを含めた最終ラインのメンバーを固定し、11節終了時点でリーグ最小の8失点の守備組織を構築した。チーム意識と一体感を形成し、サポーターからの支持は観客数の増加で現れた。12節には最多得点で首位を走るマンチェスターシティ FC に敗れ、シーズン初黒星を喫したが、 翌週のマンチェスターユナイテッド FC 戦では、数的不利の状態を耐え切って、オールドトラフフォードから勝ち点に位置を持ち帰った。12月3日のチェルシー FC 戦に大敗すると、守備の要であるスティーブン・テイラーの負傷などの不運もあり、12月30日のリバプール FC 戦まで8戦未勝利と不調に、陥ったが2012年1月4日の、 マンチェスターユナイテッド戦では3から0で完勝し、9戦ぶりの勝利で、毎シーズン覇者相手にダブルを達成した。FA カップでは4回戦で、チャンピオンシップのブライトンホーブ・アルビオに FC に金星を献上し、試合によっては大敗を喫することもあったが、安定して欧州カップ戦出場権を争う順位を保ち続けた。3月4日。 セントジェームズパークで行われたタインウェアダービーでは交代投入したショラ・アメオビが後半ロスタイムに同点弾を上げ土壇場で勝ち点を獲得した。2014年3月1日春式戦で相手選手のデイビッド・メーラーに対し頭突きを見舞い退席処分を受けクラブから10万ポンドの罰金を課され3月11日には FA から3試合のスタジアム入り禁止処分と4試合のベンチ入り禁止処分と6万ポンドの罰金も課された。クリスタルパレス2015年1月3日、クリスタルパレス FC の監督に就任した。2016年12月22日、成績不振のため解任された。ウエストブロムウィッチアルビオン2017年11月29日、 ウエストブロムビッチアルリオン FC の監督に就任した。2018年4月2日、成績不振のため解任された。アドデンハーグ2019年12月24日、アドデンハーグと2019の20シーズン終了までの契約で監督に就任した。2020年4月28日、双方の合意によりクラブを退団した。クラブ個人、ありがとうございます。